まずは片方の一番かかと側のハト目に紐を上から通します。ずっと通して、一番最後に蝶結びをする長さだけ残しておきます。このように最後、蝶結びの輪っかとタレがどのぐらいの長さになるかをイメージして、その長さだけ残しておいてください。そして下から出た長い方の紐を同じ側の一番つま先側のハト目に下から通します。今通したところと同じハト目に紐を上から通します。そしてずっと引っ張ってきて、全部抜き切らずにこのように小さな輪っかを作ります。この輪っかを内側に倒した時に、ここの縁よりも少し飛び出るぐらいの大きさに輪っかの大きさを見積もってください。このように小さい輪っかを作ったら、この輪っかを内側に倒した状態で、紐をこの輪っかに下から上に向けて通します。そして向かい側の一番つま先側のハト目に上から通します。同じ側の隣のハト目に下から通します。そして向かい側の次のここのハト目に下から通します。そして紐の先端をつま先側から今通してきたこの紐の下をくぐらせるようにかかと側に抜きます。今通っているここのハト目に上から通します。これで2段分できましたが、同じように次も繰り返します。まず次のハト目に紐を下から通して、同じハト目に上から通します。小さな輪っかを作ります。ここの縁よりも少し飛び出るぐらいの大きさに輪っかを見積もったら、この輪っかに紐を下から通して、向かい側のハト目に上から通します。隣のハト目に下から通します。向かい側のハト目に下から通します。そして紐の先端をここの紐につま先側からかかと側に向けてくぐらせて、同じハト目に上から通します。次は1段目と同じように通します。下からくぐらせて、輪っかを作って、大きさを決めたら輪っかに下からくぐらせて、向かい側のハト目に上から通します。一番最後のこのかかと側のハト目には
下から通します。一番かかと側に出ている2本の紐で最後に蝶結びにします。はい、これで結び上がりです。スプーンがたくさん並んだような面白い模様に仕上がりました。今は右側に丸い模様が出るように結んできましたが、左右逆に紐を通していくと、このように反対向きに模様を作ることができます。とてもユニークでおしゃれなこの靴紐の結び方、よかったらぜひ試してみてください。